毎日がエブリデイ。皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。画面が暗い。今日はね、月の光を暗くするオファーリングを使っているので、ちょっとね、見通しが悪いんですよ。まあおそらくね、編集では画面を明るくしようと思うので、皆さんには、見やすくお届けできると思います。誰かいるね、おジェイク。あ、ちょっくらごめんよ。さて、今日のキラーはどちら様でしょうかね。音がしない。うわー、これはもう皆さんご存知、ハロウィンのマイケル先輩ですね。うわー、ちょっと怖いな、ハロウィンマイケル先輩。無事にね、脱出できるでしょうか。よし、とりあえずね、1台修理しましたけど、どこにいるかな。なんかね、新キラーもねえ、なんか可愛い、なんか気も可愛いよね。新キラーハントレス、ちょっと楽しみですね。もうね、新キラーが出てきたらね、動画ができたら早速アップしていきたいと思います。こんなところにトーテムちゃん。ん？あそこにいるのは？あれ、マイケル先輩じゃないの？とりあえず、トーテムをね、もぎもぎしちゃいましょう。まあ、これもね、ノーアイスケープ対策です。まあ、点数も入るしね。あ、暗いなぁ。こんなとこに、ジェネレーターが。お、クロちゃん。二人でやろう。あ、ごめん。やっちゃった。これ、新キラーでやるとね、なんかペナルティがつくみたいで、辛いなぁ。まあね、精神的に動揺してたりするとすぐ失敗しちゃうんですよ。あそこにいるのはマイケル先輩だね。まだ距離がある。今のうちに直しちゃおうか。クロちゃんもついてきた。よしもう全然ダメダメじゃん。お、俺もだ。ダメだダメだ、ちょっと仕切り直し。やっぱあれかな、俺、連載の締め切りに追われてるから、ちょっと追い詰められてるのかもしれない。もうね、アイディア浮かばないんだよね、なかなかね。今度からね、近日、ドエスデカの新連載が始まる予定です。いた！あ！マジか！後ろにいた。うわぁ、いつの間に忍び寄ってきたんだろう。もう先輩ね、心音が近くまで来ないと聞こえないから、気配がわかんないんですよ。やばいなぁ。逃げるとこないや。なんか空振ってるのかな？あ、誰かターゲットが映ったのか。いや、いや、嫌な音がする。先輩いるね。あ、板壊してるんだ。すぐそこにいますよ。このうめき声とか向こうに聞こえちゃうからね、気をつけないと。とりあえず治療。でもそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ。スキルチェックは慎重にいかないとね。よし、今のうちに直せるかな。うわ、来た来た来た。うわマジかもう神出鬼没だな先輩、怖すぎるよ。やばいやばいやばい、逃げられるか。いや、まだ追ってきてるね、この音楽は。うわ、いやー、ずっと追っかけてきてるよ。いたいた。ドキャーン！うわー、切られたー。うー、
まだ追っかけてきてる。なんとか逃げる。逃げられるか俺。ジャンプ。お、遠ざかった。おお。まだ追っかけられてるよ俺。マジか。おお。いやまだ。しつこいよ。なんか逃げられる気がしないんですけど。空振ってる。お、板が続いてる、ラッキー。よし、ここで板ぶつけてやる。いつも失敗するけどな。あ、失敗。よし、次はどうだ。お、やべ、大三段階に入った。うわー、満パンですよ。一撃でやられますよ。オッケー、よっしゃー。板ぶつけたった。ざまみろ先輩。その後の先輩の報復が怖いですからね。とにかく逃げましょう。いや全然ね、発電機の修理ができないじゃないですか。まあこの間にね、相当時間稼いだんで他の人たちが修理進めてくれてるとは思いますけどね。さあどっかで治療しないとね。なんかまだ追っかけて追われてんのかな俺。心音は聞こえないけど。いや、映画の紹介したいけど、それどころじゃないわ。うわ、来た来た。また来たよ。いや、どこだどこだ。お、ラッキー。気づかれてない。キラーはね、視界が悪いんで、足元が見えないことがあるのね。だからね、ああいったとこでね、曲がり角なんかに、しゃがんで隠れていると、見過ごされることがあるんですよ。よかったー。まあでも上級者にはね、上級者キラーにはそれすらも通用しないでしょうけどね。やっぱ先輩怖いわ。ハロウィンウィン。さてどうですかね。あと1台。あと1台で、あ、あそこにいる。脱出できるぞ。そろそろジェネレーターの修理もしたいよね。大丈夫か？見つかってないよね。まあ画面がね、今日は月光が、月の明かりが暗くなってるから、キラーにとっては不利だね。あとジェネレーターもう一台どこにある？見当たらないな。あ！ナイス。出口遠いな。あ、二箇所開けてくれてるみたいね。あー、一人今追われてます。もう一台、もう一人は、左の方の出口は今開けてる最中。もう逃げようかな。なんか今日はちょっとね、レスキューする精神的余裕がないの。もう開いてるよね、きっと。開けてあるよな。マジ開いてないじゃん。いや、さっきの人は何、開けててくれたんじゃないの。こっち来な。こっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち、こっち、こっち。あとちょっとだからさ。え、来た来た。マジかよ。あはは、やべえ、逃げろ逃げろ。くわー。いや、マイケル先輩怖すぎ。あ、音がするね。あ、開いたかなあれは。よっしゃ、逃げるよもう。悪いけど俺脱出するからね。失礼しまーす。行きまーす。それでは失礼いたします。お疲れ様でした。イエーイ。よかったー。というわけでね、マイケル先輩は相手になんとか脱出することができました。ありがとうございました。うわぁ、今日はね、映画の紹介とかも本当はしたかったんですけどね。いや、映画の紹介できませんでしたね。うん。あとさ、労働者のね、何度もしつこいようですけど、マイク変えまして、労働者の NT-USB コンデンサーマイク。自分で実際にね、何度か
録音したやつを聞いてみたんですけど、やっぱり音質はヘッドセットよりいいですね。自然な感じ。ただね、自分が思ってたほど自分の声は渋くねえし、ダンディーじゃねえし、みたいなね。まあこれはしょうがないけど。でね、まああんまりね、マイクほら近づけちゃうとゲームやりにくいんで、ちょっとね、左斜め前に外してるんですよ。30センチぐらいかな。どうかな。まあ指向性の高いマイクなんでね、方向を外すとね、ちょっとうまく撮れてないかもしれない。それももうちょっと考えていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしておきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録は下の顔写真のアイコンをパソコンならクリック。iPhone やスマートフォンならタップしてください。よろしくお願いします。